研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラインについて、管理者向け、令和4年3月、文部科学省、はじめに、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン、実施基準は、平成19年2月に、文部科学省、 または、文部科学省が所管する独立行政法人から配分される、競争的資金を中心とした公募型の研究資金について、配分先の機関がそれらを適正に管理するために、必要な事項を示すことを目的として、策定されたものです。不正事案が社会問題として大きく取り上げられる事態になったことを受け、 平成26年2月にガイドラインを改正し、各機関においてガイドラインに基づく管理、監査体制の整備が進んだことにより、取引業者等を介した不正事案は顕著に減少しましたが、借金、給与や旅費等に係る不正事案は増加傾向にあるなど、研究費不正は依然としてさまざまな形で発生しています。 依然として、研究費不正が発生している要因を踏まえ、1、ガバナンスの強化、2、意識改革、3、不正防止システムの強化の3項目を柱として、不正防止対策を強化するとともに、これまでの各機関の取り組み状況も考慮しつつ、より実効的な取り組みを施すために、 従前のガイドラインの記述のさらなる具体化、明確化を図り、令和3年2月にガイドラインを改正しました。本コンテンツは、改正したガイドラインに定められている事項のうち、国として公的研究費の管理・監査の観点から、研究機関に共通する内容を取りまとめたものであり、具体的な手続き等については、 所属する研究機関において定められているルールを理解していただく必要があります。本コンテンツの内容及び各機関のルールを正しく理解いただき、適正な公的研究費の運営管理に努めてください。なお、本コンテンツの内容は改正されることがあります。本コンテンツの目次、セクション1では、 研究費制度の概要として、研究費制度の全体像と、ガイドラインが対象とする研究費制度について説明します。セクション2では、ガイドラインの要請事項 ①、不正防止の取り組みとして、ガイドラインの要請事項のうち、第1節から第6節までの、主に不正防止の取り組み事項について説明します。 セクション3では、不正の基礎知識と事例紹介等として、不正発生のメカニズム及び研究費不正使用の事例における要因と措置等について説明します。セクション4では、ガイドラインの要請事項、丸2、不正発覚後の対応として、ガイドラインの要請事項のうち、第7節から、 第8節までの主に不正発覚後の対応事項について説明します。セクション1研究費制度の概要1-1研究費制度の概要研究費には大別して自己資金と外部資金があります外部資金には国及び 独立行政法人等から配分される研究資金と、民間企業等からの研究資金があり、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラインが対象とする研究費は、国及び独立行政法人等から配分される研究資金のうち、文部科学省及び文部科学省の所管する 独立行政法人から配分される補助金及び委託費等になります。ガイドラインの対象となる研究費制度には、競争的研究費制度の科学研究費助成事業や戦略的創造研究推進事業と公募型資金制度の先端研究基盤共用促進事業や、 世界トップレベル研究拠点プログラムなど多種多様な制度があります詳細につきましては文部科学省のホームページをご確認くださいインターネットの検索エンジンで文部科学省ガイドライン対象制度と検索していただければ対象制度を確認することができますまた 本ガイドライン対象外の研究費についても、各制度の規定、各配分期間、及び研究機関の個別ルール等に従って、適切に使用する必要があることに留意してください。セクション2、ガイドラインの要請事項、1、不正防止の取り組み ②、2-1、期間内の 責任体系の明確化ガイドラインは機関に対して競争的研究費等の運営管理を適正に行うために権限責任の体系を明確化することを求めています権限と責任を明確化することは意思決定プロセスの透明性を向上させるとともに 組織のガバナンス体制を強化するため、不正を抑止することができます。最高管理責任者について、最高管理責任者は、機関全体を統括し、競争的研究費等の運営、管理について、最終責任を負うものです。原則として、機関の長が当たります。 研究非不正の防止対策は、組織と研究者を守るための取り組みであり、最高管理責任者の強力なリーダーシップの下で、研究費不正の根絶に組織全体で取り組むことが改めて求められています。最高管理責任者として、不正防止対策の基本方針を策定、周知し、 対策の実施に必要な措置を講じます不正防止対策の基本方針や具体的な不正防止対策の策定にあたっては重要事項を審議する役員会理事会等において審議を主導するとともにその実施状況や効果等について役員等と議論を深めることが必要です。 ポイントとして、1、研究費不正の防止対策は、組織と研究者を守るための取り組み。組織全体で取り組む必要あり。2、組織の長は、強力なリーダーシップで、組織の取り組みを牽引。3、自らも、啓発活動等を行い、 組織風土の形成を図ることとが重要となります統括管理責任者について、統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、競争的研究費等の運営、管理について、機関全体を統括する実質的な責任と権限を持つもので、不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者です。 統括管理責任者として、防止計画推進部署と連携して、不正防止計画を策定、実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告します。このほか、内部監査の結果や、コンプライアンス推進責任者からの報告等から、 不正発生要因がないか確認を行い、適宜、不正防止計画の見直しを行います。さらに、競争的研究費等の運営、管理に関わる構成員を対象とした、コンプライアンス教育や、啓発活動等について、対象、時間、回数、実施時期、内容等を、 具体的に示した実施計画を策定します。ポイントとして、1、実効性のある不正防止計画の策定、実施するとともに適宜、見直しを実施すること。2、コンプライアンス教育、啓発活動の実施計画を策定するとともに適宜、見直しを実施すること。 3. 実施状況を確認し、最高管理責任者に報告することとなります。コンプライアンス推進責任者について、コンプライアンス推進責任者は、期間内の各部局等における競争的研究費等の運営、管理について、実質的な責任と権限を持つもので、 統括管理責任者の指示のもと、事故の管理監督、または指導する部局等における対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告します。機関の組織規模、部局等の構成員の数等を踏まえ、役割の実効性を確保する観点から、 各機関において適当と判断する場合は副責任者を任命し日常的に目が届き実効的な管理監督を行い得る体制を構築しますなお責任の範囲が曖昧にならないよう明確に規定しますコンプライアンス推進責任者として統括管理責任者が策定した コンプライアンス教育や啓発活動の実施計画をもとに、不正防止を図るため、部局等内の競争的研究費等の運営、管理に関わる全ての構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、事講状態を管理監督するとともに、事故の管理監督、または指導する部局等において、 定期的に啓発活動を実施します。さらに、事故の管理監督、または指導する部局等において、構成員が適切に競争的研究費等の管理、執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導します。ポイントとして、1、実施状況を確認し、必要に応じて 指導を行うこと2実施状況や指導内容を統括管理責任者への報告することとなります2-2幹事に求められる役割の明確化機関の運営等を監査する幹事は研究費不正防止についても確認の上役員会理事会等で定期的に報告し 意見を述べます。幹事として、不正防止に関する内部統制の整備、運用状況について、機関全体の観点から確認し、意見を述べます。また、幹事は、特に統括管理責任者、またはコンプライアンス推進責任者が実施するモニタリングや 内部監査によって明らかになった不正発生要因が不正防止計画に反映されているか、また不正防止計画が適切に実施されているかを確認し、意見を述べます。ポイントとして、1、研究費不正防止の取り組み全体が幹事の監査対象になること。2、PDCA サイクルを 適正に回せているかチェックを行うこと。3. 幹事によるチェックで組織全体の健全なガバナンスを維持することとなります。こちらはガイドラインの求める複数部局を有する大学の責任体系図の一例です。最初に、機関は競争的研究費等の運営。 管理にかかる最終責任を負うものとして、最高管理責任者を設置します。これは原則として、学長等の機関の長が当たります。最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針を策定、周知し、対策の実施に必要な措置を講じます。 次に、機関は全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者として、統括管理責任者を設置します。一般的に副学長等が当たります。統括管理責任者は、具体的な対策を策定、実施し、実施状況の確認と、 最高管理責任者への報告を行います。続いて、機関は各部局における実質的な責任と権限を持つ者として、コンプライアンス推進責任者を設置します。一般的には、部局長等が当たります。コンプライアンス推進責任者は、具体策の実施、 コンプライアンス教育の実施、受講管理、モニタリング状況の改善指導と、統括管理責任者への報告を行います。また、複数の部局を有する組織においては、学科、または専攻レベルなどの一定規模で複数の副責任者を必要に応じて配置することも考えられます。このほか、 不正防止計画推進部の設置や内部監査部門による内部監査。幹事による幹事監査を実施するとともに、連携を図る必要があります。一般企業や単一部局の大学など、その他の機関におきましては、ガイドラインの求める責任体系を参考に、機関の性格や規模及びコストや、 リソース等を考慮して実効性のある管理体制を構築することが求められます。2-3適正な運営管理の基盤となる環境の整備ガイドラインでは最高管理責任者は不正が行われる可能性が常にあるという前提の下で不正を誘発する要因を除去し十分な抑止機能を備えた 環境、体制の構築を図ることを求めています。1、コンプライアンス教育、啓発活動の実施、関係者の意識向上と浸透。1、コンプライアンス教育について、コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者が策定する実施計画に基づき、 競争的研究費等の運営、管理に関わる全ての構成員を対象としたコンプライアンス教育を実施します。実施に際しては、あらかじめ一定の期間を定めて定期的に受講させるとともに、対象者の受講状況及び理解度について把握します。コンプライアンス教育の内容は、 各構成員の職務内容や権限、責任に応じた効果的で実効性のあるものを設定し、定期的に見直しを行います。どのような行為が不正に当たるのかを理解させるため、具体的な事例、機関への影響、運用ルール、手続き、告発等の制度などの 遵守すべき事項。不正が発覚した場合の機関の懲戒処分。自らの弁償責任。配分機関における申請等。資格の制限。研究費の返還等の措置。機関における不正対策等について説明します。また、機関の不正対策として、 モニタリングを実施ししていることも説明しますコンプライアンス教育の実施に際してはあらかじめ一定の期間を定めて定期的に受講させるとともに対象者の受講状況及び理解度について把握します2契約書等について競争的研究費等の運営管理に関わる すべての構成員に対し、契約書等の提出を求めます。契約書等には、最低でも以下の事項を含めることが求められます。1、期間の規則等を遵守すること。2、不正を行わないこと。3、 不正を行った場合は、機関や配分機関の処分及び法的な責任を負担すること。3. 啓発活動について、コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者が策定する実施計画に基づき、競争的研究費等の運営、管理に関わる すべてての構成員に対し啓発活動は、構成員の意識の向上と浸透を図り、不正を起こさせない組織風土を形成することを目的として、定期的に実施します。4、行動規範について。最高管理責任者は、行動規範を策定します。 行動規範の内容は、不正防止対策の基本方針における考え方を反映させたものとします。行動規範は、コンプライアンス教育や啓発活動などにおいて、周知徹底していきます。ポイントは、1. 不正を起こさせない組織風土の形成が重要であること。 2組織風土形成のため啓発活動で構成員の意識向上と組織の隅々への浸透を図ること3コンプライアンス教育と啓発活動の組み合わせで効率的効果的に実施すること4統括管理責任者が 組織の取り組みを俯瞰して、総合的に企画立案を実施することとなります。コンプライアンス教育と啓発活動について、コンプライアンス教育については、競争的研究費等の運営、管理に関わるすべての構成員を対象とし、自身が取り扱う競争的研究費等の使用ルールや、 それに伴う責任。自らのどのような行為が不正に当たるのかなどを理解させることが目的となります。新規着任時のほか、機関が定める一定の期間ごとに実施します。方法としては、対面、またはオンラインでの研修、説明会や e ラーニングによる 学習等となりますコンプライアンス教育の受講状況及び理解度について把握し必要に応じてフォローアップを行っていきます啓発活動についてはすべての構成員を対象とし不正を起こさせない組織風土を形成するために不正防止に向けた意識の向上と浸透を図ることが 目的となります少なくとも四半期に1回程度の割合で実施するなど、繰り返し、頻繁に実施することで、意識づけを図ることが重要です方法としては、既存の会議やリスクマネジメントを通じた意識啓発会議体、ウェブサイト、メール等による情報共有。 ポスターの掲示、意識調査の実施等となります。啓発活動を通して、構成員の意識の変化を把握する等、適宜 PDCA サイクルに活用します。ポイントとして、1、コンプライアンス教育で知識を習得し、啓発活動により、頻繁に意識の向上と、 維持、浸透を図ること。二、相互に保管して、より効率的、効果的に実施すること。三、それぞれの職種に合わせた内容で実施すること。四、意識調査によるリスクマネジメントが有効となります。二、ルールの明確化。 統一化ガイドラインは、機関に対して、競争的研究費等に係る事務処理手続きに関するルールの明確かつ統一的な運用を図ることを求めています。競争的研究費等の運営・管理に関わるすべての構成員にとって分かりやすいように、 ルールを明確に定め、ルールと運用の実態が乖離していないか、適切なチェック体制が保持できるか等の観点から点検し、必要に応じて見直しを行います。機関としてルールの統一を図ります。ただし、研究分野の特性の違い等、合理的な理由がある場合には、 期間全体として検討の上、複数の類型を設けることも可能とします。また、ルールの解釈についても、部局等間で統一的運用を図ります。ルールの全体像を体系化し、競争的研究費等の運営、管理に関わる全ての構成員に分かりやすい形で 周知します競争的研究費等により、借金、旅費等の支給を受ける学生等に対しても、ルールの周知を図ります。ポイントとして、1、ルールの統一を図り、分かりやすく明確にすること。2、不正に巻き込まれないよう、学生等にも、 ルルールを周知すすることとなります3、職務権限の明確化ガイドラインは、機関に対して、競争的研究費等の事務処理に関する構成員の権限と責任を明確に定めて理解を共有することを求めています。競争的研究費等の 事務処理に関する研究者、技術職員、リサーチアシスタント、事務職員など、それぞれの構成員における業務の分担の実態と、職務文書規定の間に外裡が生じ、権限と責任の所在が曖昧になっていると、けん制機能が無効化となり、結果的に不正の発生が可能となります。 このような状況とならないようにするため、構成員それぞれの権限と責任を明確化し、適切な職務文書と決済手続きを定める必要があります。このためには、1、競争的研究費等の事務処理に関する構成員の権限と責任について、期間内で 合意を形成し、明確に定めて理解を共有する。2、業務の分担の実態と職務文書規定の間に帰りが生じないよう適切な職務文書を定める。3、各段階の関係者の職務権限を明確化する。4、 職務権限に応じた明確な決裁手続きを定めることが必要です。ポイントとして、1、期間内でのチェックが適切に行われる体制を構築するためには、期間内の理解を深めることが不可欠です。2、不正を抑制するためには、構成員の理解を促進することが必要です。3、 一定金額の範囲内で研究者による発注を認める場合にはその権限と責任を明確化しあらかじめ理解してもらうことが必要となります4告発等の取り扱いに関する規定の整備運用の透明化ガイドラインは機関に対して告発等を受け付ける窓口を設置するとともに 告発者の保護を徹底することを求めています。各機関は、機関内外からの告発等を受け付ける窓口を設置する必要があります。告発制度が具備すべき事項として、1、コンプライアンス教育等やホームページ上での公表により、具体的な利用方法を周知徹底する。 2、告発者の保護を徹底するとともに、保護の内容を告発者に周知する。3、誹謗中傷などから、被告発者を保護する方策を講じる。4、懸命による告発の場合、原則として、受け付けた告発等に基づき、 実施する措置の内容を、告発者に通知することが必要です。ポイントとして、1、告発窓口の存在は、不正を抑止し、早期に発見する上で重要です。2、不正の告発等の制度を機能させるために、機関の構成員や取引業者等の外部者に対して、 告発制度の具体的な利用方法や仕組みについて周知徹底することとなります2-4不正防止計画の推進を担当する者または部署の設置ガイドラインは防止計画推進部署を置き統括管理責任者とともに機関全体の具体的な対策を策定実施し 実施状況を確認することを求めています。研究機関全体の観点から、不正防止計画の推進を担当する者、または防止計画推進部署を置き、統括管理責任者とともに、不正防止計画、コンプライアンス教育や啓発活動等の実施計画を含む、 機関全体の具体的な対策を策定、実施し、実施状況を確認します。防止計画推進部署は、幹事との連携を強化し、必要な情報提供を行うとともに、不正防止計画の策定、実施、見直しの状況について、意見交換を行う機会を設けます。ポイントとして、1、 不正防止計画の着実な実施は、最終的には最高管理責任者の責任となること。2. 実際に不正が発生した場合には、最高管理責任者の対応が問われることとなります。2の5、不正を発生させる要因の把握と、不正防止計画の策定、及び実施。 ガイドラインは、機関に対し、不正を発生させる要因を体系的に整理、評価し、不正を発生させる要因に対応する具体的な不正防止計画を策定することを求めています。単に、漠然と策定するだけでは、有効な不正防止計画は策定できません。 有効な不正防止計画を策定するためには、1、防止計画推進部署は、内部監査部門と連携して、不正を発生させる要因がどこに、どのような形であるのか、機関全体の状況を体系的に整理し、評価します。2、統括管理責任者及び防止計画推進部署は、 期間全体の具体的な対策のうち、最上位のものとして、不正防止計画を策定します。3. 不正防止計画の策定にあたっては、不正を発生させる要因に対応する対策を反映させ、実効性のある内容にするとともに、不正発生要因に応じて、随時見直しを行い、効率化、 適正化を図ることが必要です。一般的に不正を発生させる要因として注意が必要なリスクの例示としては1発注権限のない研究者が発注例外処理が常態化しているなどルールと実態の乖離2決済手続きが複雑で 責任の所在が不明確。3、予算執行の特定の時期への偏り。4、業者に対する未払い問題の発生などが挙げられます。ポイントとしては、1、不正を発生させる要因を把握するためには、組織全体の 幅広い関係者の協力を求めることが必要であること、2、具体的な不正防止計画を策定、実施することにより、実際に不正が発生する危険性がどこにでもあるということを常に認識させ、自発的な改善の取り組みを促すことになります。2> 2研究費の適正な運営。 管理活動ガイドラインは業者との癒着の発生を防止するとともに不正につながり得る問題が捉えられるよう第三者による実効性のあるチェックが効くシステムを構築して管理することを求めています発注・研修業務におけるリスクと対策発注・研修業務では 研究者と取引が集中する業者とが共謀して不正を実行するリスクが高まることからその対策として一般的には発注機能と研修機能をそれぞれ別の部署に担当させることにより相互に牽制することで不正のリスクを低減することができますリスクを軽減させるためには 次の対策が必要です。1. 予算の執行状況、執行の時期や取引業者の偏りなどを確認します。2. 2取引業者から誓約書の提出を求めるなどの癒着を防止する対策を講じます。3. 発注、研修業務や非常勤雇用者の 勤務状況確認等の雇用管理業務については原則として事務部門が実施することとし当事者以外によるチェックが有効に機能するシステムを構築して運用します。4研究の円滑かつ効率的な遂行等の観点から研究者による発注を認める場合一定金額以下のものとするなど 明確なルールーを定めた上で運用します。5物品等において発注した当事者以外の研修が困難である場合であって一部の物品等について研修業務を省略する例外的な取り扱いとする場合は件数リスク等を考慮し抽出方法割合等を適正に定め定期的に抽出による 自己確認を実施すす。ることが必要です6特殊な役務、データベースプログラムデジタルコンテンツ開発作成機器の保守点検などに関する研修について実効性のある明確なルールを定めた上で運用します2-7情報発信 共有化。実効性ある体制を整備する上では、機関内での情報共有はもとより、各機関の取り組みや事例の主体的な情報発信による、機関間での情報共有が必要かつ有効となります。ガイドラインが機関に実施を要請する事項として、1、競争的研究費等の 使用に関するルール等について、機関内外からの相談を受け付ける窓口を設置します。2、競争的研究費等の不正への取り組みに関する機関の方針等を外部に公表します。機関の不正への取り組みに関する基本方針等の公表は、機関の不正防止に対する考え方や、 方針を明らかにするものであり、社会への説明責任を果たす上で重要です。2-8、モニタリングのあり方。ガイドラインは、機関全体の視点から実効性のあるモニタリング体制を整備、実施するとともに、リスクアプローチ監査を実施し、向上的に組織的牽制機能の充実、 強化を図ることを求めています。内部監査の実施には、次のことが必要です。まず、内部監査部門を設置します。内部監査部門は、最高管理責任者の直轄的な組織としての位置づけを明確化するとともに、実効性ある権限を付与し、強化します。 次に、内部監査の機能強化のためには、内部監査部門において、不正防止推進部署から、不正発生要因の情報を入手した上で、監査計画を適切に立案します。さらに、内部監査を一定に保つため、監査手順を示したマニュアルを作成し、随時更新しながら、 関係者間で活用します。過去の内部監査やその他のモニタリングを通じて把握された不正発生要因に応じて、監査計画を随時見直し、効率化、適正化を図るとともに、専門的な知識を有する者、公認会計士や他の機関で監査業務の経験のある者等を活用して、内部監査の 質の向上を図ります効率的、効果的かつ、多角的な内部監査を実施するためには、幹事および会計監査人との連携を強化し、必要な情報提供等を行うとともに、機関における不正防止に関する内部統制の設備、運用状況やモニタリング、 内部監査の手法、競争的研究費等の運営、管理のあり方等について、定期的に意見交換を行うことも重要です。内部監査の実施にあたり、内部監査部門は、毎年度定期的に、ルールに照らして、会計書類の形式的要件等が具備されているかなど、 財務情報に対するチェックを一定数実施します。また、競争的研究費等の管理体制の不備の検証も行います。防止計画推進部署との連携を強化し、期間の事態に即した要因を分析した上で、不正が発生するリスクに対して、重点的にサンプルを抽出し、抜き打ちなどを含めた リスクアプローチ監査を実施します。ポイントとして、1、内部監査が軽害化しないよう、会計書類のチェックにとどまらず、管理体制の検証を実施する。2、専門家の活用により、内部監査の質の向上を図る。3、幹事や会計監査人との連携強化により、 ガバナンスの向上も図る必要があります。内部監査結果の周知と活用。内部監査結果等については、コンプライアンス教育及び啓発活動にも活用するなどして周知を図り、機関全体として同様のリスクが発生しないよう徹底します。内部監査部門は、 防止計画推進部署から不正発生の要因の情報を入手した上で、監査計画を適切に立案するとともに、防止計画推進部署においては、内部監査結果等を不正防止計画に反映させます。ポイントとして、1、内部監査結果の活用で、効率的、効果的な不正防止対策を 実現すること2不正防止推進部署との連携で実効的な PDCA サイクルを行うことです2の9不正防止対策における PDCA サイクルの徹底ガイドラインは PDCA サイクルを徹底することで 実効性のある取り組みが推進されることを期待しています。機関に対しては、各ステップにおける項目を整備運用し、PDCA サイクルを徹底することを求めています。この PDCA サイクルとは、計画、実行、評価、改善の4つのステップを繰り返すことによって、 業務を継続的に改善するという考え方です。例えば、ガイドラインにおいて、求められる不正防止計画の策定などは、PDCA サイクル上の計画のステップに該当します。PDCA サイクルにのっとった不正防止対策が有効に機能することで、不正を抑止し、ひいては不正の発覚を受けて、 研究の継続が困難になるリスクを低減することができます。管理、事務部門における研修業務やモニタリング等が、寒冷化、経外化に陥らないための改善を積極的に行うことが、不正防止対策として重要となります。セクション3、不正の基礎知識と、 事例紹介等3不正発生のメカニズム不正事例を紹介する前に不正発生のメカニズムについて簡単にご説明したいと思います。米国の犯罪学者であるクレッシー教授は実際の犯罪者を調査してきて導き出した。 不正のトライアングル理論を提唱しています。これは、不正は、動機、機械、正当化の3要素が全て揃った時に起きるという考え方です。ここで、動機とは、不正を実際に行う際の心理的なきっかけを指します。例えば、他人と共有できない、 金銭的な問題や業績ノルマ達成に対するプレッシャーなどが挙げられます。次に、機械とは、不正を行おうとすれば可能な環境が存在する状態を指します。例えば、担当者が本来文章して行うべき複数の重要な業務を長期間にわたって一人で行っていたり、 権限や業務文書を逸脱できる状態。また、それらに対して必要な検制、チェック機能が有効に機能しない状況などです。最後に、正当化は、不正を正当化してしまうような倫理観等の欠如を指します。例えば、盗んだのではなく、一時的に借りただけであり、 いずれ返すつもりだった等の身勝手な言い訳がこれに当たります不正事例の紹介ではこの3要素に沿って要因分析を行うことにより不正防止対策の重要性について説明します3-2不正使用の種別不正使用には いくつか種別があります主な例として、預け金は納入業者と結託し、架空の発注を行ったり、業者による納品物の持ち帰り等により、研修をすり抜けたりして、支払われた経費を業者に管理させ、他の物品等の納品、支払いに充てる行為です。プール金は 架空の備品等の発注を行い、支払われた研究資金を納入業者から研究者に還元させたり、から出張やから借金、給与により捻出したりしたお金を研究室、個人などで管理し、他の目的に流用する行為です。から出張は、1、出張がない。 出張をキャンセルしたにもかかわらず、出張申告、報告書を提出して、旅費を受領する。二、日程が短くなったが、変更手続きをせず、当初計画通りとして、報告書を提出して、旅費の差額を受領する。三、事務手続きの窓口が異なる複数の予算で、 同じ日程の出張手続きを行い、重複受給を行う。4、正規の航空料金で購入して、その請求書で手続きを行い、一方で、航空券をキャンセルし、格安な航空券を購入して、差額を受給するなどにより、旅費を不正に受給する行為です。から借金、給与は、1、 実体として、研究補助者を雇用していないにもかかわらず、借金や給与を支出し、研究補助者から当該借金や給与を返還させる。2、研究補助者に、実体より多い労働時間を出勤簿に記入させ、それと、実体の差額を研究補助者から返還させるなどにより、 借金給与を不正に受給返還させる行為です。私的利用は研究目的に関係がない物品等を購入し、私的に利用する行為です。研究目的に沿っているが、研究に使用せず、私的に利用する場合やから出張などで不正に受給した旅費を私的に利用することも含まれます。 換金は、換金性の高い電子機器等を購入した上で、勝手に売却して現金化する行為です。なお、物品確認の際、他の物品等で代用して発覚を逃れようとすることがあります。書類の書き換え、差し替え、品替え、品店は、業者に、 虚偽の請求書等を作成させることにより、所属機関から研究費を支出させ、実際には契約した物品とは異なる物品に差し替えて納入させる。または虚偽の研修を行って支払いさせる行為です。研究者自らが正規な書類の内容を偽造する場合もあります。 木ずれは、納品日を故意に偽った納品書を業者に作成させ、研究費から支払い手続きを行う。昨年度に発注、納品させていたが、今年度に手続きしたことにする。来年度に手続きをするとして、今年度に納品だけさせる、等の行為です。 これらの行為は不正使用にあたります。また、これら以外にも不正につながる行為があります。3-3、事例紹介1。架空発注と預け金による不正。本事例は、研究者が業者と共謀して請求書を捏造。 架空の物品発注を行い、大学が架空物品に対して支払った研究費を業者が預け金として管理し、翌年度以降に研究者の指示に従って、研究施設費用や借金等、他の用途に流用したという事例です。流用した用途が、研究施設費用や 借金等であり、指摘流用がありませんでしたが、一律に不正使用として取り扱われます。この事例では、使用用途、使用年度に関わらず、研究費を自由に使用したかったことが動機として挙げられていますが、使用年度に関しては、繰越用権に合致した場合で、 制度を適切に利用していれば、不正を行わなくとも、翌年度、使用は可能であったと思われます。繰越制度は、手続きが煩雑と思われがちですが、家計費のケースであれば、A4 版の理由書1枚を作成するのみです。また、同じく機械としては、発注から、 納品までを研究者自らが行うため、チェック機能が働かなかったことが挙げられています。発注先選出や検出を、発注部署や研修センターが行う体制を採用し、各部署が相互に牽制し合うことで、容易に発見、防止が可能と考えられます。さらに、 内部監査による取引業者への残高確認や伝票チェックも早期発見に役立つと考えられます。最後に正当化として規則に対する遵守意識や研究資金が公的資金であるという認識が希薄であったことが挙げられており不正を抑止するためには コンプライアンス教育で公的研究費の意義を説明することが有効であると考えられます。本事例については事務部門および研修センターなどにおいて発注・納品研修を行う納品・物品の確認納品書と納品・物品の現物照合等を徹底する 研修センターなどによる納品、物品へのマーキング、資産管理対象物品のシリアル番号による管理、繰越制度の周知及びコンプライアンス教育の実施といった対応策により発見、防止できると考えます。3-4、事例紹介、丸2、 架空人件費、借金による不正。本事例は、研究者が研究協力者である学生に、虚偽の出勤簿の作成を指示し、大学側に請求、大学から研究費として支払われた借金を、研究者が回収し、当該学生の学会参加にかかる旅費等に充てたという事例です。 仮に、当該学生の学会への参加が、研究課題の遂行に直接必要な経費、及び、研究成果の取りまとめに必要な経費に当たるとしても、虚偽の出勤簿の作成を指示し、不当に研究費を得ている以上、不正使用に該当します。また、私的流用の有無にかかわらず、一律に、 不正仕様として取り扱われます。この事例の動機と正当化は、先ほどの事例と同じですので、説明を割愛します。機械として、勤怠管理が研究室任せで、事務部門が勤務実態を把握していないことが挙げられていることから、不正を抑止するためには、タイムカード等の 勤怠管理を事務部門が行う体制を採用し、事務部門が有効に機能することが必要であると考えられます。また、内部監査によるヒアリング調査や筆跡調査も早期発見に役立つと考えられます。本事例については、業務実施者に対する業務内容、期間、単価等の説明、 および医師確認、勤務実態の確認、および業務終了後の出勤簿、または借金支給依頼書等の提出、雇用申請書等の採用時・必要書類、または借金支給・事前届出書等の事前提出およびコンプライアンス教育の実施といった手続きにより、発見、 防止できると考えます。3の5、事例紹介、丸3、架空旅費、交通費による不正、本事例は、研究者が研究出張時に、航空券を正規価格で見積もって、旅費申請し、概算払いで申請分の金額を受けながら、実際は、 格安航空券を購入し、正規価格との差額分を、遊興費や同行した配偶者の旅費の一部に充てたという事例です。本事例においては、概算払いで得た旅費を実費生産せずに不当に得ており、不正使用に該当します。また、研究費を遊興費や 同行した配偶者の旅費の一部に充てていることから、指摘流用があったと認められます。本事例における動機と正当化についての説明は割愛いたしますが、機会としては、出張が申請通りに行われたかどうかのチェック体制の不備が挙げられます。このことから、不正を抑止するためには、第三者が 航空券の判検や領収書を徴収し、チェックを行うなどの体制を整備し、有効に機能させることが必要です。また、内部監査によるヒアリング調査や伝票チェックが早期発見に役立つと考えられます。本事例については、事前の出張申請、出張報告書等による旅行完了の証明、 証拠書類による旅行実態の証明およびコンプライアンス教育の実施といった手続きにより発見防止できると考えます。3-6事例紹介丸四旅費交通費の重複受給による不正本事例は研究者が研究成果を上げることによって在籍している大学から 多大学に転出したいと考えていたが、研究費を年度内に執行しなければ、高い評価を受けることができないとの誤った認識を持っており、研究費を年度内に執行するため、旅費の重複受給等を行っていた事例です。本事例においては、重複受給及び虚偽請求により、旅費を不当に得ており、 不正使用に該当します。また、私的流用がありませんでしたが、一律に不正使用として取り扱われます。本事例における動機と正当化についての説明は割愛いたしますが、機会としては、旅費の支払いにあたり、他の機関から旅費が支給されているかどうかのチェック体制の不備が挙げられます。このことから、 不正を抑止するためには、第三者が他の機関から旅費が支給されているか、チェックを行うなどの体制を整備し、有効に機能させることが必要です。また、内部監査によるヒアリング調査や伝票チェックが早期発見に役立つと考えられます。本事例については、出張申請時に、 先方負担の有無を確認。年度内に研究費を執行できなくても、返還や期間の延長が可能であり、今後の採択にも影響しないことを周知。コンプライアンス教育の実施といった手続きにより、発見・防止できると考えます。3-7、事例紹介丸5。購入した物品を換金。 本事例は、研究者が株式投資、先物取引等を続け、消費者金融等に借金を繰り返した結果、次第に自転車商業に陥り、借金返済や投資資金に充てるため、研究機材の売却を繰り返し行っていた事例です。本事例においては、借金返済や 投資資金に充てるため、売却を目的として、研究機材の発注を行っており、不正使用に該当します。また、指摘流用、業務上横領があったと認められます。本事例における動機と正当化についての説明は割愛いたしますが、機会としては、研究者は大学における 現物調査の際、外形上当該研究機材が存在するよう偽装するため、同型研究機材を自主購入またはレンタルにより大学に持ち込み調査を欺いており、大学における物品の監査、管理体制の不完全さが挙げられます。このことから、 不正を抑止するためには、備品、換金性の高い物品の管理体制を強化することが必要です。また、内部監査において、過去に納品された備品、換金性の高い物品についての確認も、早期発見に役立つと考えられます。本事例については、研修時にシリアルナンバーの確認、および、 登録。物品に備品管理シールとは別にセキュリティシールを調布して管理を強化毎年度研究者は備品監禁性の高い物品を自ら現状確認の上、事務局に対してチェックリストを提出内部監査では監査対象者が保有する全機関の備品 換金性の高い物品を確認といった手続きにより発見・防止できると考えます。以上、研究費不正の事例紹介として、主だった5つの類型をご紹介いたしました。これら研究費不正の多くは、研究者自身に不正使用だという認識がなかった。または、この程度の金額ならという、 些細な気持ちで行われた行為が元となっており、発覚後には、研究者が今まで積み上げてきた実績と名声をすべて失うような措置を受けていますまた、不正使用の影響は、研究者のみではなく、機関全体の信用を失墜させ、その他の研究者や管理者等、構成員に多大な影響を及ぼしています。 このように、不正は当初、どんなに些細な気持ちで行ったものであっても、組織全体に重大な影響を与えます。不正を防止するためには、配分機関と協力しながら、不正を抑止する風土と、ガバナンスを構築するとともに、内外への情報発信と、コミュニケーションを図ることが重要となります。3-8 事例紹介紹介した不正使用の事例以外について文部科学省関係の競争的研究費等による研究機関における不正使用事案や配分機関が講じた申請及び参加資格制限等の措置状況については文部科学省のホームページに掲載されています。 研究機関における不正使用事案についてはインターネットの検索エンジンで文部科学省不正使用事案と検索していただければ不正使用事案を確認することができますまた研究機関における参加資格制限等の措置状況については同様に文部科学省参加資格制限等の 措置状況と検索していただければ参加資格制限等の措置状況を確認することができますセクション4ガイドラインの要請事項2不正発覚後の対応4の1不正に関する告発等を受け付けた場合の対応と影響 ガイドラインは、機関に対して、告発等を受け付けた場合には、以下の対応を求めています。まず、告発を受け付けてから30日以内に、調査の要否を判断するとともに、配分機関に報告することを求めています。次に、調査が必要と判断された場合には、 調査委員会を設置し調査を実施した上で不正の要因を分析し再発防止策を策定することを求めていますこの際に必要に応じて被告発者等の調査対象者に対して調査対象制度の研究費の使用停止を命ずる必要があります最後に調査の結果 不正の要因分析と再発防止策を含む最終報告書を告発の受付から210日以内に配分期間に提出することを求めています。仮にこの報告期限に合理的な理由がなく遅延した場合には、機関への当該競争的研究費にかかる間接経費措置額の 削減措置が取られますまた遅延の理由が被告発者が自らの責任を果たさないことによる場合当該研究者が関わる競争的研究費について採択または交付決定の保留交付停止期間に対する執行停止の指示等の措置が取られます。 続いて不正発覚時の機関への影響について機関が被る影響には様々なものがありますが中でも重要視されているのが信用失墜となります国民の貴重な税金を原資とする研究費の不正使用は国民の期待を裏切る行為であり不正が発覚すれば容赦なく 社会の非難を受けることになります。インターネットの普及により、不祥事に関する情報は、たとえそれが公に報道されていなくとも、急速かつ詳細に拡散されます。現代では、不正がたとえ個人の些細な気持ちによるものであったとしても、驚くべき速度で組織全体の信用を 大きく失墜させることにつながりますし、その回復は容易ではありません。信用失墜は、組織と所属する個人に重大な影響を与えます。また、不正発覚後は、不正の実態調査以外に、是正策、再発防止策の策定、および公表時の外部対応と、その後の信用力回復に、 多大な人的リソース等を要します。これらに必要な人的リソース等は、前述の事例紹介で述べた手続きを実施したり、研究者、管理者を啓蒙したりといった、平時での対応に要する人的リソース等をはるかに上回ります。従って、日常から不正を抑止するための手続きや教育等の 対応策を講ずることとが必要となります不正が発生すると、組織として内部調査委員会を設置して調査を行い、配分機関へ結果報告、再発防止策の策定、周知、実施、配分機関に対して、研究費返納金、 加算金の支払い、関係者の処分、ステークホルダーに対する説明について対応することになります。さらに、組織全体の信用失墜につながってしまいます。4-2、文部科学省によるモニタリング等及び 不備がある機関に対する措置。ガイドラインは、文部科学省が各機関の管理体制について、ガイドラインの実施状況を把握し、所要の改善を促す義務を負っているとしており、その一環として、機関に対して、丸一、毎年一定数を抽出する履行状況調査。緊急。 臨時の案件に対応する機動調査。丸3、改善状況を確認するフォローアップ調査。丸4、不正発覚後の状況把握。指導を行う特別調査の4つの調査を実施することを求めています。仮に、丸1、履行状況調査、または丸2、軌動調査の結果、 機関の体制整備等の状況に不備があると判断された場合には、文部科学省は当該機関に対し、不備に関する改善事項及び1年の履行期限を示した管理条件を付することになります。ガイドラインでは、この管理条件については、丸三のフォローアップ調査で毎年度行われ、管理条件の 履行が認められないと判断された場合は当該機関に対する競争的研究費における翌年度以降の間接経費措置額が15%を上限として段階的に削減されることになります削減額が上限に達しているにもかかわらず引き続き管理条件の履行が認められない場合には 当該機関に対する翌年度以降の競争的研究費の配分停止措置が下されることになります。なお、これらの措置は機関が管理条件を着実に履行、または履行に進展があると認められた場合、解除されます。4-3、機関、配分機関による競争的資金制度における 不正に対する措置。不正を実行、または関与したことによる研究者に対する制裁措置には、大きく分けて、機関内部の人事処分、法律上の措置、個人指名を含む調査結果の公表、資金配分機関からの措置があります。一つ目として、 期間内の人事処分では、就業規則等に基づいて、懲戒解雇、停職、減給等の懲戒処分、または、訓告、厳重注意等の指導監督措置を受けます。二つ目として、法律上の措置では、所属機関の初規定により、研究機関 および資金配分機関から民事または刑事告訴を受けることがあります3つ目として合理的な理由のない限り研究者個人の氏名を含んだ調査結果が公表されることになります資金配分機関からの措置として事案に応じて機関研究者に対し 交付決定の取り消し及び研究費の一部または全部の返還が求められます。また、不正を行った研究者及びそれに共謀した研究者等に対し、事案に応じて競争的研究費への申請及び参加資格が制限されます。ここで申請、 および参加資格の制限に関して定められている、競争的研究費の適正な執行に関する指針、令和3年12月改正について説明します。まず、私的流用を行った者に対する申請及び参加資格制限は10年になります。次に、私的流用以外の 不正使用を行った者に対する申請及び参加資格制限ですが、不正使用の行為内容に応じて1年から5年となります。また、自ら不正に関与していなかった場合でも、研究費の管理責任者としての責務を全うしていなかった場合には、最大2年の全館注意義務違反による申請、 および参加資格制限となります。最後に、不正はいかに個人の些細な気持ちで実行されたといえども、組織全体の信用失墜へ容易につながります。信用力の失墜による影響は重大であり、回復することは容易ではありません。資金、人材、あらゆる面で、 影響は拡大していき発覚が遅れれば遅れるほど、機関そのものの存在を揺るがしかねない大きなリスクとなって、顕在化してしてままいます適切な研究資金を確保するためには、各研究機関において、公的研究費を適切に使用することが前提であり、そのための仕組みは、機関のマネジメントとして不可欠なものです。 不正を防止するためには配分機関と協力しながら不正を抑止する風土とガバナンスを構築することが必要となりますそのためには内外への情報発信とコミュニケーションを図ることが重要となります公的研究費の管理監査体制の設備等に関する相談窓口競争的研究費調節室では 各機関のガイドラインに基づく体制整備等全般に関する相談を受け付けています。各機関において体制整備、関係規定の制定、見直しに関する検討等に際してご質問、ご相談がある場合はこちらまでお問い合わせください。また、研究機関における公的研究費の管理、監査のガイドライン、 実施基準は文部科学省のホームページに掲載されています。